皆さんはマイノリティだと思いますかそれともマジョリティだと思いますか私は社会ではマイノリティと言われますなぜなら私がトランスジェンダーだからです私の名前はオカワカナと言います私は生まれた時は女の子でしたしかし物心をつく前の幼い頃から自分の女性的な体に違和感があり 自分は周りの男の子とも女の子とも何か違うなと違和感の中で生活をしていました保育園に通っていた頃の私の将来の夢はゴミ収集車のおっちゃんになることでした毎朝保育園に行くときにゴミ収集車を見るのをすごく楽しみにしていてゴミ収集車を見つけるとすぐに駆け寄ってずっと眺めていましたそれとおっちゃんたちはゴミを投げるのを手伝わせてくれたりとかボタンを押させてくれたりもしてそれもあって自分はずっとゴミ収集車のおっちゃんになりたいって 思ってたんですしかしある日母が私に言いました「若菜はゴミ収集車のおっちゃんになりたいの若菜はおっちゃんにはなれないよだって女の子だもん」母のその一言で自分が女でありおっちゃんにはなれないということを知りましたとってもショックを受けたのを今でも覚えていますトランスジェンダーであるということで生活がしんどくなったのは中学校に入学してからでした 中学校は小学校の時とは変わって制服を着ないといけませんでしたスカートの制服を着ることもその姿を誰かに見られることも全てがしんどかったです制服だけじゃなくて男女で分かれた体育の授業や列の並び方一つでも泣きそうな毎日でした毎日がしんどくていろんなものに押しつぶされそうで自分は一生トランスジェンダーとして性別に悩みながら 生きていくんだろうなそんな絶望の日々でしたそんなことを考えながら私は中学校を卒業し高校に入学しました私が選んだ高校はインターナショナルスクールでした宗教も言語も国籍も違う人たちが同じ教室で一緒に学んでいるそんな環境だったんですとにかく楽しく生きたい普通の高校生みたいに 笑って過ごせる学生生活を送りたいそんな思いで必死に探し抜いた高校でした高校に入学してすぐ私はトランスジェンダーであるということをクラスメートにカミングアウトすることを決意しましたしかし私にとって初めてのカミングアウトだったのでどういうふうに伝えたらいいか分からずすごく考えましたそしてその結果自分はすごく悩んで何日もかけて文章を作って LINE で「 クラスメイトにししました送信して2分後に一番最初に返ってきた答えが全然気にせんでこの言葉だったんですうれしくてうれしくて自分でも信じられないぐらい号泣していました高校生活の不安が一気に吹き飛んだそんな瞬間でした問題を抱えて悩んでいる時はその問題が一生の 問題のように感じることがありますしかしその悩みを乗り越えると人生を構成するたくさんのうちの一つになるんです私もトランスジェンダーであるということは生きていたらずっと悩まないといけないとい感じ死を考えたこともありましたしかしたくさんの出会いのおかげで今はトランスジェンダーであるということも若菜を構成するたくさんのうちの小さな一つになりました インターナナショナルスクールにはさまざまなバックグラウンドを持つ生徒が通っており人と違うことやマイノリティであるということが当たり前の環境でしたそんな環境で一緒に過ごしたクラスメートたちはトランスジェンダーも若菜の個性の一つとして軽く受け止めてくれたんです今ではトランスジェンダーであるということは人生という冒険への持ち物が増えたんだと思っていますその 荷物を持っって上ががた山だからこそ見える景色がありますトランスジェンダーの私にしか見えない世界の見え方がありそのものの見方を必要としている人はたくさんいるのではないか困ったすごく悩んだ私だからこそ助ける人がいるんじゃないかそう考えた私は高校1年生の15歳で株式会社ファーストペンギンを設立しました5年間で全国を回り LGBTQ に関する講演活動を 行ってきました今まで声を上げたたくさんの方のおかげで世界は確実によくなってきていますしかし LGBTQ への偏見が残っているのも現実です政治家や役所の方々からの質問には驚かされることがあります例えば心は男性なのに銭湯で女用に入れていいですねランチで レディースセット安く食べれるんですがこれは私が実際に政治家の方々から頂い,いたコメントです今はトランスジェンダーと聞けばトランスジェンダーのスポーツ選手やトランスジェンダーの方の女子トイレや銭湯の利用などが問題になっていますそしてテレビなどの多くのメディアでたくさん取り上げられていますそれによってメディアからだけの情報では偏った情報しか入らず 偏見が生まままれてしまいます私は長年テニスをしていました中学生の頃には代表強化選手にも選ばれましたしかし体を男性的にしていくために高校からはスポーツを全て諦めました最後に銭湯に行ったのも小学生の頃です多くのトランスジェンダーの方は私のようにスポーツを諦めたりトイレや銭湯の問題を今でも抱えていますししかしテレビで取り上げられている トランスジェンダーのイメージが全てのトランスジェンダーだと勘違いされてしまいがちです偏見は知識のなさから生まれます問題には必ず表と裏があります時にはもっとたくさんの面も存在しますしかし一つの面を知っただけでその問題全てを知った気になってしまってはいませんか問題を多面的に見るという力が現代では求められています そして、問題を多面的に見ていくために欠かせないのが知識です。私たちは気づかない間に多くの人を傷つけて生活をしてしまっているかもしれません。しかし、情報に敏感になり、常に新しい情報をインプットさせていくことで、傷つけてしまう人を減らしていくことはできます。ここで、皆さんに一つ疑問に持っていただきたいことがあります。LGBTQ、この言葉は必要でしょうか LGBTQ という名前があるからこそ自分とは何者かを知ることができ救われた当事者はたくさんいます私もその一人ですしかし名前があるからこそ自分とは違う人何か特別な人そう感じてしまってはいませんか今は変化のタイミングです何事も変わる時が一番大変ですだからこそ LGBTQ という名前と当事者の存在をたくさんの人に知ってもらい 知識をつけてもらうことが大切ですしかし私の最終的な目標は LGBTQ という言葉自体が必要となくなるそんな社会ですどんなふうに自分を表現しても性別にとらわれずに誰を好きになってもいいそんな社会が当たり前になることで LGBTQ やカミングアウトなんて言葉もなくなります私はよく「LGBTQ 理解」というタイトルで講演依頼いただくことがあります しかしこの「理解」という言葉に私はすごく引っかかっています理解と辞書で調べると物事の筋道や道理が正しく分かることこのように出てきますしかしトランスジェンダーの私の悩みや生活を私以外の人が理解することはできないと思っています私もトランスジェンダーですが他の LGBTQ の人たちを理解することはできないと思っていますしかし私は受け入れることはできます 理解と受け入れは違います受け入れはアクションです。大切なのは当事者のしんどさを知ることではなく皆さんの周りにいる身近にいる当事者のありのままを受け入れてあげることです。公演のを最初に私は皆さんはマイノリティだと思いますかそれともマジョリティだと思いますかそのような質問をさせていただきました。私は誰もがみんなマイノリティだと思っています。一人一人人に ママイノリリテティィなな面面そしてマジョリティな面があります私もトランスジェンダーという面ではマイノリティですが皆さんと同じ日本人というマジョリティな面も持っています皆さんも皆さんの中にある自分のマイノリティな面を見つけてみてくださいそれはもしかしたら左利きだったり血液型だったりするかもしれません少数派マイノリティが生きやすい社会それは実は 多数派でであるマジョリティも生きやすすい社会なんですここに2つの赤と緑というマジョリティな社会がありますマジョリティだったはずの赤色が一度緑色のコミュニティに入った瞬間にマイノリティになりますそして反対も同様ですマジョリティの中でマイノリティを受け入れるということは皆さんが マイノリティの立場になったもも受け入れてもらえるそんなな社会なんですそしてこの連鎖が誰もが生きやすい社会を作っているんです皆さん一人一人が自分のマイノリティについて知り考えることで LGBTQ という言葉が特別視されず LGBTQ やカミングアウトなんて言葉が必要なくなりますそして受け入れのアクションが自然になっていくと私は思っています そして私はそんな社会を皆さんと一緒に作っていきたいと思っていますご清聴ありがとうございました